病気のお母さんに薬草を届けるため、トロルと戦いました。そして、無事倒すことができました。薬草をお母さんに届けたのですが、なぜか効果がなく、突如現れた妖精の救援要請を受けることになりました。はい、ということで続きをやっていきます。妖精を助ければお母さんを治してくれるとのことなので、妖精を救出するために森へ向かいます。到着まで暇なので少しお話を。このゲーム、クソゲーと言われていますが、ある一定の層には需要があるように思えます。おそらくクソゲーと言われるゆえんは、全体的なチープさやバグだったりバランスの悪さでしょう。ですが、このチープさがレトロゲームの様相を呈しており、どこか癖になるのです。20年前にこのゲームがリリースされていたら許されていたでしょう。アーカイブス的な目で見れば、どこか懐かしい雰囲気を感じさせる、そんなゲームだと思うのです。あ、そうだな。最近では少なくなってしまったシンプルな王道アクション RPG となっており、需要がないわけではない気がします。確かにバグも多いクソゲーですが、愛すべきクソゲーなのです。開発者もゲーム開発に意欲的であり、より良いものにしようという努力は感じられます。次回作にご期待ください。そうこうしてる間に着きました。いかにも、ボス戦という広いエリアです。気をつけて。ボスが現れました。処理落ちしてます。陣内さんも苦戦してたスパイダークイーンです。雲の女王ですね。なんだかオリジナル版と比べて、グラフィックが安っぽく見えますが、気のせいでしょう。攻撃パターンは至ってシンプルです。この殴りだけです。パスは引かねえんだな。一応回復しておきます。レベリングしたのでぬるいですね。相変わらずガバガバ当たり判定です。やったぜ。終わりました。余裕です。久しぶりに飛んだからとても気分がいいわ。助けてくれたお礼にプレゼントをあげる。古代から大切にされてきた妖精の剣よ。家に帰ろう。うわー、疲れたもん。助けてくれて本当にありがとう。家に戻ったら私がお母さんを治してあげるわ。家までカットします。息子よ、妖精が来たんだよ。もちろんよ、あなたは私の命の恩人なんだから。知恵の森の息吹をあなたに。Hmm.
ハッマが生きてるのね。やったぜ。もう母さんはすっかり元気だ。本当によかった。Tell me more. うん、もう大丈夫だよ。母さんはいつもお前が心配よ。はい、無事に復活です。妖精裏切りパターンでもあったら、ただのクソゲー認定してました。とりあえず今回はここで。またね。